お前が無所に入ってる間に、カムロ町も…なんなんだ。
そこのキリュウちゃん、止まりなさい。お？Oh.
eyes shut. 久しぶりだな、レーナ。キリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レーナ、おやすさんは俺に言った。弓を頼むってな、うん、あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとも、もう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。まさに運命の出会い。そう来ると思った。せいや！
すがや。せや。またな、キルちゃん。おもろいな。ちょっと寄ってきませんか。おい、お兄さん、一杯に立って。よっと。ねえ。何があった？私が来たらみんなみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。ゆうちゃん、置いて。
なに？あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ。お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か、お前じゃない。おじさんは？ああ、桐生一馬だ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。何か食べ物、この子死んじゃうよ。ありがとう、おじさん。あれ？どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか。ふーん。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。水を持ってきたぞ。ありがとう。このままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。これ使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。この子、さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。ユミ？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ、そっちの調子はどうだ？セレナにあげたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまってた。というわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだ、分かった。
レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき。弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。気をつけてね、キリュウちゃん。ハルカちゃんも。